の方っていうのが実はあの地球の中では重要視されてきてるっていうのが今までの地球だったみたいなんですね。でそこからやっぱり心の時代っていうのが今来てるわけだから、ビューフォーは確かに見て楽しいかもしれない、うん、別にそこは別にどうでもよくて、はっきり言えばね、そういうことじゃなくてでしょ、マキコさん別に UFO 見たいわけじゃないでしょ、別に、うん、見たことないほとんど。僕ワンネスで体験する気持ち、感覚っていうのはですね、全ての気持ちを抱くような、それをさらに超えるような感覚になるんですよ。内側のね、まあ、統合であったりとか、うん、そのいわゆる枠を超えるっていう、うん、そういったことの大切さをもっと押し出して、そういう人たちが前に出て発信していく。はい、それでは今回も始まりました、スターシードチャンネル。はい、よしです。あきこです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、なんとなんと、まあ、スターシードやっぱりこうね、世界中にいますよねと。で、今回はフランスにいらっしゃる、スターシード、をご紹介したいと思いますと。で、僕も本をね、読まさせてもらったんですけども、ワンネスの扉というね、すごく面白い本があります。で、その中で、なんと16歳のある日、UFO を目撃しちゃって、で、謎の宇宙人と交流が始まっちゃうってね。で、そういうジュリアンさんなんですよ。で、まあ、ワンネスっていうね、やっぱりこう、なんていうかな、本当にこの、まあ、ある意味目覚めの体験というか、なんかすごい気持ちがいい体験というかね、まあ、そういうところを、なんか分かりやすくこう、書いてくれてて、僕もなんか面白くてね、もう2回ぐらい読んじゃったんだけど、そんなね、ジュニアさんに今回は登場してもらえますよということで、フランスに、ね、実はフランスに中継がつながっちゃってるので、ちょっとジュニアさん呼んでみます、ね。はい、こんにちは。はい、ジュニアさん、お願いします。はい、こんにちは。はい、皆様、はじめまして。はじめまして。ジュニアさん、はい、お願いします。パチパチ。はい。ジュニアさんね、僕は初めてお会いして、こうやってね、話ができたんですけど、はい、なんか日本語がすごくお上手なんですけど、いやいやいや、まだまだ。なんでですか？いやいやいや、なんでそんなに。たくさん抜けてるところは、たくさんありますよ。ありがとうございます。まあ、ね、なぜというかですね、うん、まあ、趣味で日本語を勉強したいなと、14歳からその日本語の勉強を始めたん で、16歳に初めて UFO を目撃した、その同じ年に初めて日本人と会ったんですよ。あれから交換勉強が始まりまして、そのおかげでなんとなくですね、言葉が、出てくるようになりますから、なんとなくレベルじゃなくて、もうものすごくうまいというか、日本人よりもうまいかもしれません。いやいや、そんなことないです、ね、いやすごい。それでね、びっくりしたのがね、この本、ワンネスの扉っていう本も実はジュニアンさんが書いてるんですよ、文章を。はい、すごくないですか、はい、自分で書いたんですか。自分で書きました。はい、フランス語ではなくて日本語で、日本語で書いたんだ、すごいですよね。いや、それを書く始めるのに今できるかどうかちょっと分かんないなという気持ちがずっとずっと書いてみたんですけどね。はい、この本自体はですね、本語よりも母国語でフランス語で書いた方がいいんじゃないかという気持ちはすごくありまして、で、いろんな日本の方にも聞かれたんですけど、どうしてフランスではなくて日本で出版をしたんですかということなんですね。実はですね、ちょっと不思議な話になるんですけどね、知り合いの友達に連絡をして、その話を日本でしなさいというメッセージを、その UFO を見た後に、その UFO、 宇宙人とのやり取り、そのコミュニケーションの中で宇宙人から言われたことがたくさんあったんですよ。1回だけでもなく2回と3回と4回で、その時は私はですね、
そういう話をまずフランス語でするのはちょっと難しいなので、さらに日本語でそういう話をするのはちょっとだなと思ったんですよね。で、向こうがですね、意外と日本とのつながりがあるような気がすごくしました。なぜかというとですね、当時はですね、たまたま知り合ったの方がいたんですが、テンプルビューティフルの直子光田さんなんですけどね、友達の友達で紹介された人で、で僕はなぜかというと、もともとスピリチュアルな話をしたいんだけれど、フランスではどうもそういう話ができる相手がいないので寂しいなっていうきっかけで紹介されたんですよね。でちょっと慣れてきたら、はい、スピリチュアル話をしてみて、でまあ日本語でちょこちょこそういう話をしてみたら、宇宙人からもう突然なんですよ。突然で、まあ、彼女に UFO を見たことをはっきり言ってください。UFO っていうのは、ね、そんな簡単に、はい、そんな簡単に言えないものだし、しかも日本語で言うって言ってしたらもっとチャレンジ的なので、ちょっと待ってくださいと思って、でそれは18歳の時は、19歳かな、あ、じゃないんだ、20、あ、そうだ、23歳ぐらいだったんですね。何回も何回も同じメッセージが届いて、でどうして直子光田さんにそういう話しなきゃいけないかなと思って、まあそのうちメール書くわと思って、でメール書くのはやはり日本語で打つんじゃないですか。で、まあ、私は当時まだ日本語でメール書くのは結構時間がかかりましたので、じゃあそのうち書こうかなと思ってまずはあれとこれやらなきゃいけないたくさんあるので、それが終わってから後にしようとしてきて、でそれに対してものすごくの方から の圧力が重ねてきたり、結構プレッシャーがあったんですね。なので、あ、じゃあそれ以上は無視はできないなと思って、じゃあ一応メール書こうで、直子光田さんに、そういう話を初めてやったのはフランス語ではなくて日本語。日本語。それって何歳ぐらいの時なんでしたっけ？23歳。今おいくつでしたっけ？39歳です。あ、じゃあ結構前なんだね。その、時間が空いたのはなぜなんですか？そこから時間が空いたっていうのは。そこから時間が空いたんですね。はい、そうですね。いろいろというか、初めてそういう話を日本で発表したのは2009年でした。2009年に29歳でした。時はですね、一時期台湾に住んでいて、仕事で台湾に住んでいて、でたまたま友達が台湾まで来てくれたので、あ、せっかくだから日本も行こうかなと思ってて、でそういう企画を思いたたんびに、また宇宙人からの、まあ、メッセージというか、せっかく日本まで行ったらぜひその話の発表をしなさいって言って発表しなさいってどういうことなんだろうと思って、まだそういう話かと思って、じゃあ直子光田さんに連絡、早速連絡をしなさいね。じゃあ直子さんに連絡してみちゃおう。でしてみたら、そういう話の発表はできると思いますかって、あ、できると思いますよって、あ、さすがと思って、じゃあ、そういう発表しましょうって、で謎のフランス人の話し会というまあ発表というか話し会がスケジュールされていて、で人は来るかなと直子さんがちょっと心配に話し会をスケジュールに入ってきたら、なんと80人ぐらいが登録してきました、なので1回の話し会よりも2つの話し会に分けてやるっていう企画になりまして、その時は初めて日本語で人の前で UFO の話との宇宙人の話をやったっていうことになりました。なるほどですね。ちょっとその、はい、ちょっとだけお聞きしたかったのが、まあ、日本とフランスのいわゆるスピーチャルっていう、まあ、スピーチャルという言い方をフランスでするか分かりませんけど、はいはい、まずフランスではそういったスピーチャルみたいなもの
まあ、スピリ、はい、なんていうかな、まあ、スターシード、宇宙以外にそういった話もそうだけど、はいはい、そういうのっていうのは、はい、フランスでは結構盛んにされてるんですか、もしくはあんまそういうことを言う人が少ないんですか、どういう状況なんですかね。そうですね、そうですね、まあ、状況としてはですね、まずフランスは宗教に対してすごく宗教はタブーというか、宗教の話を公でしないのは常識で、そして宗教ではなかったらスピリチュアルな話は何て言うんだろう、まあ、スピリチュアルと宗教は一緒みたいな感じになっちゃうってこと？スピリチュアルな話はどちらかというとカルトかもしれないという疑い、うん、まあ、しやすいとして見られているんですね。なのでちょっとスピリチュアルな話はしたいんだけれど、そんな話はどうしてとか、あなたはもしかするとカルトじゃないかとすぐ疑われるんですよ。ということは、それに、はい、その思ったのは、うん、日本とフランスを比べたときに、フランスってやっぱりね、そういった、まあ、逆にキリスト教というか、ね、はい、そういった、はい、厳格な部分があると思って、はい、逆にそういったスピーチャル的な話をこう逆にしにくい感じになっていて、日本の方がもっと緩いから、もっとしやすい、しやすいんですね。しやすいんだ。そうかそうか、それはすごく、すごい面白い情報だ。意外だね。意外でしたね。そうですね。フランスから見るとやはり話しやすいなといつも思ってるんですよ。フランス以外のさ、フランス以外のヨーロッパの国とかってどうなのかな、近い。フランス以外のヨーロッパはですね、一番隣にいる、うん、ドイツでは、うん、やはりそういう話はもっとしやすいような気がします。はい、ドイツの方ですね。なので、多分ラチン系の国だとカトリック宗教はまだ構造になっているその国々の方が、その影響を受けて、スピリチュアルな話はそんなにしやすくはないんだなと思ってますが、でもさ、そのフランスの中でさ、こうなんていうの、そういう話はできないけど、分かってる人ってどれぐらいいるんですか、そういうスピリチュアルな。たくさんいると思いますね、たくさんいると思いますが、ただその方々私と、はい、同じく、うん、誰と話せばいいかどうか、セーフな気持ちで話してもいいかどうかっていう心配で、みんな多分話はしない方がいいなっていう。どうしてんのかな、そういうの、うん、まあ、まずはですね、例えば誰と話がいいかどうかということが分かったら、うん、その後はどうすればいいんだろう、2人1人とかの聞き手ができたってよかったと思いますけどね。もうその後はどうすればいいんだろう、秘密の話になれるんじゃないですか。そうかそうか、そんな怪しい話みたいな。でもね、そんなに遅れてるんだね、スピリチュアル。思ったのはね、フランスって例えば日本文化とかアニメとか好きなんですよ。で、僕日本アートビジネス協会っていうのもやってるんだけど、はい、毎年ね、さっきちょっと言いました、ジャパンエキスポっていうところにね、展示をしに行くんですよ。そうすると、はい、フランス中のそういうアニメ好きとか、いわゆるアート好き、日本文化好きがもう20万人以上集まるんですよ。すごいね。すごい、そんなイベントがあるんだけど、そう見ると、なんていうかな、そのいわゆるスピーチャルもそうなんだけど、そういう本当はすごく内側に溜めてるフランス人は、すごいなんていうの、内側にこう溜めててエネルギーがすごくあるんじゃないかな。しかも日本の情報とかもすごく、なんか欲しいんじゃないかなっていう、スピーチュアル的なこともそうだろうし、宇宙的なことも欲しいんじゃないかなって気になりましたけど、どうですか、その辺、ジュリアンさん。そうですね、やっぱり私たちフランス人から見ると、日本、同一国の日本文化を見ますと、何かスピリチュアルな部分はたくさんあると思いますよね。それは日本の文化なので、簡単に認められているかもしれません。で、日本人からでは、もう一つの話なんですけどね、2009年、一時期台湾に住んで、フランスに帰国して、で、これからフランスでまた働き始める頃には、UFO の話は初めて日本でやった後に、まあ、次にフランスでやらなきゃいけないなと思って、UFO 協会にメンバーとして入ってきたんですよ。UFO 協会ってのは
UFO 協会そういうのがあるんですよ。それはフランスにあるんですか？フランスにある UFO 協会。フランスにはあります。はい、あります。面白いですね。で自分が入ったのはあのフランス北部の UFO 協会なんですけどね。つまりパリ、フランス北部とベルギーが一緒になっているような、はい、人々が始めるような UFO 協会ですね。で入ってきたらですね、うん、自分が見た UFO の、 体験とその後の話をしてきたら、うん、ですね、まあ目で見た UFO の話はいいんだけれど、その後の話はやはりちょっとと言われたんですよ。ちょっとってどういうことですか？やはり手で触らないものっていうか目で見えないものだとやっぱり本当にあったかどうかということは証拠はできないので、その話をちょっと、はい、まあ自分の中にキープしてくださいって言われます。キープしてくださいってどういうことなんだろう。そっか、スピリチュアル的な話によりますと、やっぱりみんな、スピリチュアルはちょっとだな、みんな個人個人ね、違うので、その話は自分の話で、ね、した方がいいんじゃないですかって言われました。わかりました。じゃあ UFO を見た話ぐらいにしか、はい、だから僕思ったのは、ジミーガンさんはね、その本でもそうなんだけど、結局宇宙、まあ、いわゆる UFO とのコンタクトっていうのは確かにあるんだけど、その先にある結局そのなんていうかな、内側のね、まあ、統合であったりとか、そのいわゆる枠を超えるっていう、そういったことの大切さっていうところを、はい、ところにまで行ってるんだけど、でもやっぱり、僕らもそういうところを本質としてるじゃないですか、アキコさんもね、僕もそうだけど、UFO は確かに見て楽しいかもしれない、別にそこは別にどうでもよくて、はっきり言えばね、そういうことじゃなくて、でしょ、アキコさん別に UFO、UFO 見たいわけじゃないでしょ、別に。うん、見たことない、ほとんど。僕はあるけど、別にそれが どっちでもよくて、なんかそうじゃなくて、その、本当にその宇宙的な枠を超えた、その、なんていうかな、人間のね、今ね、まあ、目覚めといえば目覚めだし、そうだね、そういった生き方、はい、新しい生き方っていうところが大事だと思って、はい、こういう活動とか、はい、僕は好きなんだけど、そうやってるんだよね、うん、そうなんですね。そこがね、だから、ね、ジュニアさんはそういったフランスではそういった人がほとんどいない中でそういうことをやってるっていうのはすごいなと思ったし、うん、なんか本質に近い、うん、僕たちが思う本質というのをやってるんだなって僕は思ったんですけど、こういう意味ではどうですか、なんかこう、ジュニアンさんは、まあね、そういうことでしょ、結局 UFO をただ見てどうだよっていう情報交換したいわけじゃないですよね。もうちょっと先のことですよね。そうなんですね、さっきおっしゃった通り、やっぱり UFO を見たかどうかというと、それはどうでもいいっていうことは私は思ってます、うんうん、UFO を見なくてもいいと思いますね、うん、それを超えるワンネスを体験して、うん、私たちは、うん、宇宙の中ではどういう存在なのかということがよっぽど面白いと思います、ね、うん、ですよね、スピリチュアルな部分で言うと、はい、そうですね、なのでそっちの方を、はい、あ、すいません、すごい、すごい、それで、そうそう、ワンネスのね、体験の話もこの本の中には書いてるんです、はい、書いてもらってるんですけど、はい、そのいわゆるこうその体験っていうのが、まあ本当にすごく、まあ、気持ちが良いというか、なんで言えばね、こうなんかね、すごいもう立っていられないぐらいの、はい、体験だってこと、気持ちが良いって体で体験する気持ちを超えるような体験になりますので、はい、気持ちが良いとは、そういう判断を超えるというものですね。言葉で言うならばどんな感じですかね、言葉で言うとね、言葉で言うとですね、そうですね、それは一番難しいなんですね、言葉で言いますと、まあ、言葉で言いますと、私はそれを初めて体験した時に、まず言葉でするのはものすごく困っていて、フランス語でさえもそれをまあ、それぞれの超自然現象というものがありまして、 UFO を見たものとか宇宙人との話も日記で書いていたんですよ。何かというと、まあ、そういうなんて言うんだろう、自分がそれを本当に体験したい方は後でまた確認したいという思いでやってきたんですが、で初めてワンネスを体験した時に、じゃあ日記でそれをどうやって書けばいいんだろうなと思って、なぜかというと、どっから始めればいいかどうかすごく迷っていて、どこがおしまいか、どこが始めるのかっていうのはもう全てが同時になっていたんですよ、うん、つまり時間がなくなったんですよ、その瞬間、うん、
なので、うん、まず時間はただ存在していないことが気がつきましたから始めました。それで、うん、それでどういうふうに進めすればいいんだろうなと思って、で気持ち的にはやはり今まで体験したものない気持ちっていうよりも気持ちを超えるような気持ちなんですね。なぜかというとですね、うん、気持ちっていうのはやっぱり嬉しいとか悲しいとかそういうものじゃないですか、うんうん、なるほど。ワンネスで体験する気持ち感覚っていうのはですね、すべての気持ちを抱くような、それをさらに超えるような感覚になるんですよ。なのでジュリアンさん、はい、ジュリアンさんは、まあ、みんながワンネス体験してるわけじゃないと思うけど、なんで自分がワンネス体験したりとか UFO 見たりとかそういうことを自分がなんで体験してるって思ってるんですか、ご自身は。一番最初になんでなんだろうと私は疑問に持ってたんですよ、うん、もしかすると宇宙人の方がそれを起こしているんじゃないですか、ね、うん、力をどうにか、うん、土を操作して体験するんじゃないかと思って、うんうん、で今振り返ってみるとですね、その、うん、UFO を見た瞬間から今までのたどり着いた道を全体的に見ますと、うんうん、やはりもともとはですね、私は生きているっていうのはこれだけじゃないのなと、ずっとずっとそういう疑問を抱いた人なんですよ、うん、なのできっとこういう日常を超えるような、うん、現実があるとずっとずっと思っていたんですよ。なのでそれを見たいという気がずっとあったんですよ。で、うん、私たちは今地球に生きている人間として、まあそれみたいに別な惑星で生きている生き物がきっといると思うので、うんうんうん、彼らとちょっとコンタクトして話はしたいなと、子供からずっとそういうのがあったんですよ。思ってたんだ。もうスターシードって感じだね。感覚であったんだ ね、 ね。なるほど、なるほど。すごいね。なので、いつか UFO みたいだなと思いながら、うん、ただ、まあ、あの頃はですね、フランスで出版されていた UFO の本はアメリカの本ばっかりでしたので、うん、ショートグレーの拉致事件とか、そういう事件とかでね、ばっかりでしたので、やはり UFO を見て、その後は拉致されるのか、そうそう、それだけでちょっと怖いなと、それを見て、相手だったらやりたくないなと。面白いね。はい、うん、なんだっけ、UFO とかさ、その宇宙人と、まあ、コンタクトしたりされてたと思うんですけど、はいはい、何星人とか分かるんですか、ご自身がどういう宇宙人とコンタクトしてた、どこから来てるかとか、そういうの分かる。私が理解できた範囲ではですね、うん、どこから来たっていう情報はもう大切ではないことで、いろんな違うところから来たメンバーたちでグループとして活動しているというようなことが上がってきた、うん、はい、なので何々生からではなくて、もういろんな違うところからもう集めてきて、一つの目的のためには集めてきたようなグループ、うーん、ということです。その一つの目的っていうのは、例えばね、この今スターシードっていう形での、うん、まあ、コミュニティ日本ではねやってますけど、はい、その中では、はい、やっぱりどうもそのいろんな星々からこのタイミングでこの地球というところで何かしらこう、はい、みんなでね、こうなんかやろうかなみたいな感じに集まってきて、はいはい、でそのおそらく、まあ、新しいこの生き方みたいな、新しいなんかな、世界観というか、まあ、次元的なものかな、はい、まあそういう、はい、まあ、いわゆるこうその先にはワンネス的な、まあ、生き方でしょうけど、まあ、そういうなんか多次元的な生き方、たちも時間も超えていく、時間という枠すらも超えていって、おそらく境界線も他人との境界線っていうのもまたなくなっていく、多分ワンネスみたいな感じだと思います。そういうなんかその宇宙的な枠を超えた生き方みたいなところを僕らが何かしらこうやっていくんじゃないかなってなんとなく僕は思ってるんですけど、はい、そういう意味ではどうですかね、ジュリアンさん、なんかそういうことを今回本もそうだし、なんかこうジュリアンさんもそうだし、ジュリアンさんに
コンタクトしてる宇宙の人たちもなんかそういうことのために来てるんですかね、うん、どう思いますか。だと私思います。あのスピリチュアル目的として来ているんですね、うん、まあ来ているというのはあの、うん、やがって来たわけでもなくもうずっとずっとそばにいたわけなんですよ、うん、なのでただ今、まあ、その企画でいろいろやり始めたんですね彼らは、うん、だけど目的はスピリチュアル目的 でおっしゃった通りその宇宙の中での存在としてのよりもっとあのふさわしい生き方のためにそのためにはいろいろやったりするんですね彼らは、うん、でいろんな人と彼らがコンタクトを取っているんですよ、ワンネスの扉を出版する前には私はどうにかそういう話をできるだけあの聞き手になれる人に話そうとはしていたんですがあの、うん、いろんな、まあいろんな人に話したっていうわけではなくてあのフランスとかそしてあのいろんな違う国から来た人とは話したことがあるんですがその中では一人のブラジル人がいたんですよ。で、うん、このブラジル人はですね初めて会った時に彼はたまたまパリで旅行できたんです。で友達の紹介で初めて会った人 で初めて会った時にはあのまあ、ワネスト・ヴィラでちょっと話しているんですが波動あのバイブレーションというか何て言うだろう一人の存在から発されるような波動があるんじゃないですか。で彼の波動から私が読み取ったのは UFO をもしかすると見たことがある人で宇宙人とのやり取りが経験ある人のような波動として感じたんですよ。なので、なんか面白いなと思ったんで、でもその時はまあ自分から UFO の話はしないとあの決して決めていたのであの彼がいきなりそういう話を始めたんですよ。あ、UFO の話を始めたんだ。じゃあもうすでに始めたのただ自分の体験もあの分かち合わなきゃいけないなと思ってでそうしてきたらやはり彼も UFO を見たことがあってただ UFO を2回も見て彼がちょっと心配を抱き始めたんですね。これからどうなるかあの今の送っている日常生活はどういうふうに変わるかってすごく心配でしたのでそのコンタクトを、閉じ込むというかあの絶好というか、まあ、そのドアを閉じ込もうと彼が決めていたんですね、うんという話をしてきたときに、自分が宇宙人からメッセージというか、まあ、インスピレーションというか、圧力というか、そういうみたいなものが届いていて、ぜひその話を彼と続けてください。じゃあその話を続くか、でも今ドアを閉じたって言ったんじゃないか。じゃあもう一度そのドアを開こうと。して話を続けようとしてきたらあのこのブラジル人の友達がもう二度と私は話をしてくれないと言ったんじゃないかいやそんな激しい言い方しなくてもいいんじゃないかとでやはり UFO を見て宇宙人とのやり取りっていうのをそういう体験をしてきたらその後はどうするかってすごくチャレンジ的だなと改めて思ったんですよ。なので、まあ、彼は一つの例えとしてあといろんな人とそういう体験の人あったことがあるんですが彼らはみんなその後はどうするか一番疑問に思ってるんですね。私はどうするかそれと体験してどうすればいいんだろう日常に戻ったら、はい、結構じゃあさ UFO を見てる人とかっているのかな、あのなんか日本よりももっと多いのかね海外ってたくさんいると思いますよ。はい、たくさんいると思います。でもうち見た後にどうすればいいか分かんない。そうなんですよ。うちの母親は UFO を見たっていうことはあの最近の話なんですけどね。もしかすると私も UFO を見たかもしれない。どういう話ですか。母親に聞いてみたら。これって母親は、まあ、UFO を見て、それは UFO であることが分からないので、まあ一応、まあ綺麗だなと思いながらずっと見てきて。
でも形がね、ヨシさんこれさ、だから形があるものしか信じないから形があるものを出してきてるってことなのね、ね、海外だ。そうだ、日本でも今最近 UFO 多い、うん、最近日本でも多いけど、うん、やっぱりね、日本ってもっとこうスピリチュアルとか心の方がね、重要視されてきてるから、そんなに形、はい、UFO っていう形がなくても、はい、感覚でやっぱり理解できる部分が多分ある。そうなんですね、うん、そうなんですね、そうだよね、はい、こういう、じゃあジュリアンさん、この日本のスピリチュアルとかに対してどういう風に見てるかとか、なんかちょっと日本人のそのスピリチュアル性とか能力とかそういうものに対してどう思ってるのか聞きたいな。そうですね、UFO、そうですね、フランスで UFO の話をしますと、仕方なく波動とか目で見えないものをその次元とかの話もしなきゃいけないんですけどね。ただそれをフランス語でするとしたら、言葉がですね、きちんと選ばないと話はですね、まあ、相手がですね、ちょっと今の話はどういう話なんだろうって疑問に思う可能性があるんですよ。ただ日本では日本語でその話をしますと、さらっとすぐ通じるんですよ。さらっとすぐ通じるのは、感覚の方を、まあ、表現してきたら相手がすぐ、すぐ、まあ、理解できるというか、なんて言うんだろう、まあ、通じることですごく話が通じやすいなといつも思ってるんですよ。フランスの方はどちらかというと、感覚は気持ちのようなものなので、あまり重視しない方がいいと。頭の方が正解なので、頭で物事を考える一方なんですよ。で、日本の方は、まあ、人にいるんですけどね、頭で一方を考える人もたくさんいると思いますけど、ただ感覚も大切をする文化ではないでしょうか。なので、その苦しいよね、いろいろ、うん、はい、その話はいろいろ情報が、はい、流れると思いますね、日本語ですと。そっか。じゃあもしその日本からそういった、情報を海外にどんどん、フランスにもそうなんだけど、どん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 こう流していくってことは、すごく今から需要があるというか、そういうの求めてる人多いですかね、どうでしょうか。ですね、それはまた面白い話なんですけども、うん、今年の2月にまた、うん、UFO 協会で話することをやるんですよ、うん、なのでその時にその話をする気がつもりなんですけどね、で皆さんもちょっと待って、うん、はいはい、日本のことですね。でその UFO 協会に参加している、メンバーの皆さんがですね、自分が日本で本を出版したという話も聞きましたし、どうしてフランスではなくて日本で出版したのかなという理由も聞きたいみたいですので、その話を今後2月にするつもりです。すごい、はい、嬉しい、ね、すごい。じゃあ、あと、まあ、ちょっとね、だいぶお時間が来たんで、そのジュリアンさんもなんか、今度なんかあれですよね、ブルゴーニュ地方かなとかな、なんか何かされるというふうにさっきワークショップね、ワークショップをやるんですね、はい、そうなんですね、うん、父はもともとブルゴーニュ出身なんですよ。ディジョンの南の方に生まれてずっとそこで育てられたんですけどね、うん、で UFO をもう2回見たことがあるんですが、2回ともブルゴーニュだったんですよ、うん、なのでブルゴーニュの地方としては何か独特のエネルギーがあるなとがすごく前から思っているん で今度ワンネス、まあ、UFO を見るためではなくて、ワンネス、スピリチュアルワンネスに近づくためのワークショップを企画しようかなと兄弟に思って、で今年は知り合いの友達の愛森本さんと一緒に組んで企画として、はい、6月に来るつもりなんですけどね、はい、まあ、詳しい情報は後で、はい、知らせていただきたいと思いますけども、はい、で目的はやっぱりスピリチュアル的なステップアップするためのワークショップ、うん、なるほどですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、で今回ね、そうやって、まあ、こうやって
海外のねスターシードのやっぱり面白い、ね、方との話で初めてこうやってね、うん、やったんですけど、そう初めてなんですよ、そうなんですよ。で、あきこさんね今回ねまあ多分これにも意味があったんじゃないかと思うんだけど、うん、まあ僕もジュニアンさんね、うん、なんかたまたま僕もジュニアンさんの話を前聞いて本も読んで、でこういうタイミングでこういう話になったんだけど、あきこさんどうですかこれ、うん、なんか宇宙的にはどういう意味があってこういう今ね動画を撮ってるんだろうのは、はい、なんかホームページ回っちゃってもいいですか。です、ね、今ちょっと、はい、はい、ちょっとチャンネルリングしてみますね、うん、はい、ジュリアンさんは、まあ、ジュリアンさんっていうのが、まあ、一番最初ですよね。今回あの日本人の人以外っていうんですかね、うん、一番最初なんですけど、ジュリアンさんは本質の宇宙のことを理解してる人だから、うん、あの出てもらったみたいなんですね、うん、でその彼が感じてきてる生きづらさとか、だから、まあ、日本ではね当たり前なんですよね。いろんなことが当たり前で、私たちにとっては当たり前のことが、まあ、こういう一つの地球っていうところに生きている国、まあ、フランスっていうところでは全く違う考え方であったり、まあ、頭ね、今言ってたみたいに頭、この頭の方っていうのが実はあの地球の中では重要視されてきてるっていうのが今までの地球だったみたいなんですね。でそこからやっぱり心の時代っていうのが今来てるわけだから、あのそこの大事さっていうのを、まあ、今回はあの本当にこう前面に出してみんなに知ってもらうためにあったこの何て言うかね、会というか今回の会っていうのはジュリアさんにそこを伝えてもらうために出てもらってるみたいなんですね。で 心の時代というか、まあ、それがまあ宇宙と直結してて、自分のハイヤーセルフと直結してるのが心の方だから、こっちの頭の方が重要視されてきた地球っていうところから、このシフトして今度は心の方っていうのが、を生きていく時代、もう生きてれる時代というかもうあの始まってるんだけど、全然分かってない人がまだまだたくさんいるってことは、ほとんどの人が分かってないってことなんですね。それをだから宇宙としてはあのこういうジュリアンさんとか、まあ、私たちをもっと押し出してそういう人たちが前に出て発信していく、発信していくことの重要性っていうために、あの今回こういう会を作ったっていう感じでいきます、うん、はい、ありがとうございます。なんかねすごく僕ジュリアンさんなんかこうやって話したんだけど、話して初めてお会いしたんだけど、なんかこの、うん、なぜかね昔からの知り合いのよう なんかこう落ち着くよね、落ち着く感じが、不思議なね感じがしてるんですけどね、ジュリアンさん、落ち着く、ありがとうございます。なんかもうなんか家族みたいな感じ、家族みたいな、へえ、ね、何星人だろうな、何星人だろうね、前からそうね、なんか、みんな多分ね親近感湧くよね、ジュリアンって、ね、本当に言われません、よく言われてますね。言われるよね。まあもともと、まあ、自分の考え方はそのお話し体験をしてからすごくかぶりまして、で相手は決して自分と変わらないっていうような、あのもうすごく、まあ、基本をベースとして立ってきましたので、自分はあなたで、あなたは相手たちはもう自分とつながれても、はい、一つの存在にやっているような感覚が、それが伝わってくるんだね、それが伝わってくるんだね、どうなんですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にねちょっとこのまあ、チャンネルではね、あ、そうだ、そのまとめ、ちょっとまとめじゃないけど、としては、うん、まあ、こうやってあの僕もすごい良かったなと思うのは、そのフランスのことって、実はあんまり僕も何回も言ってますけど、知らなかったなっていうのと、こうやってなんていうかな、スピーチャル的なというか、本質的な話ですね、スピーチャルというか、まあ、本質的な話っていうのが、うん、なかなかやっぱりその日本は結構、すごく自由なんだなっていうのが、分かりました、うん、だからこそ、ね、だからこそやっぱりそういう新しい今からの生き方みたいなものをやっぱりどんどん発信していくのは大事だなって思いましたよね、有子さんね、本当です ね、なんかこのジュリアンさんにこうね、まあ、世界中がワンネスになるためになんかどういう風になっていけばいいかってちょっと一つ最後聞きたいね、そうですね、ちょっと最後、そうですね、できるだけそういうスピリチュアルの話を、まあ、たくさんの人との分かち合うという形でやった方がいいと思いますね。なぜかというと、まあ、言葉は一つの方法としてはですね、あと生き方、
も一つの方法として、うん、よりもとワンネスに近づくための方法としてはどうかなと。一度はですね、私は悩んでいたことがありまして、ワンネスを体験してからどうすればいいんだろう、そのワンネスを相手と話もできないし、もうどうにも役には立たないんじゃないかと思った時期があったんですよ。もったいないなと思って、うん、でその時には向こうからですね、もうあなたその存在だけでも十分すでに役に立ってるんですよって言われました、うん、で僕はそれに対しても、ね、いやそれだけじゃもったいないと思って足りないと思って、でも、うん、ただあ、うん、まあ存在から発されるその波動の力も働いていると思いますので、うん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 、あとはですね、そうですね、はい、分かち合い、分かち合いかな、はい、分かち合い、はい、シェアしなきゃいけないなとずっと、うんうん、はい、うん、そうかそうか、うん、思っているので、うん、はい、分かりました、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ最後にね、ましたちょっとこう最後にこの番組ではではではっていう日本語でではではっていうねことでこうやって手を振りながらこうお別れするこうしきたりがありますのでやだやってもらおうかなそう文化を広めていこうかなと思いますのでね、文化、はい、意味わかんない、やっていきましょうかということで、はい、それでは、皆さんね今回これね、ジュニアさんをゲストでお迎えして、お届けしましたスターシードチャンネル、ありがとうございました。それでは、皆さんね、じゃあまた会いましょうということで、ではではでお願いします。それでは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 面白い、なんか、ね、